ということで今日も一人でペースをしていきたいと思います。今日は結構難しいものを選んだのでお楽しみにしててね。チューニングを先していました。よし、また一人目。これはなんとスラップなのじゃ。うん、スラップだよね。84! ありがとう! 84点だと?